1月26日東温市南方の川内中学校で第15回ウィンターフェスティバルが開かれました。これはスポーツに触れるきっかけにしてもらおうと、地元のスポーツクラブ川内桜クラブが毎年この時期に行っているものです。この日は体育館の各フロアでボーリングやバトンなどさまざまな競技のプチ体験が行われ、多くの子どもたちが参加しました。細いベルトの上でバランスを取りながら遊ぶスラックラインの体験では、目線をまっすぐにして少し遠くを見ながら渡るといった上達のコツなどを教わっていました。踊ったりしていろんな踊りとかがあってすごく楽しいです。面白かった。どんなところが面白かったですか？ボーリングとか。スラックラインがうまくできてよかったです。上手に渡れましたか？渡りはしませんが、寝れはできました。15年前にですね、地域の活性化とか、あるいはその子どもたちの健全育成、そんなところを目的にしましてですね、いつでも誰でもどこでも参加ができるクラブを目指して設立をいたしました。東温市内の方、どなたでもですね、気軽に参加がいただけますので、いつでも参加をいただけたらと思います。お待ちいたしております。よろしくお願いいたします。友達と一緒にさまざまなスポーツを満喫した参加者たち、普段体験しない競技に触れてみる良いきっかけになったのではないでしょうか。